いや朝ですね。今日はこれから阪神モールでミーティングです。お打ち合わせで神戸さん、お打ち合わせ中です。ここまで撮ります、黒いネズミのキーホルダー、置物を6つ探してるんですが、黒いネズミを探してるんですけどね、ないね、黒いネズミ。ちょっといい、ネズミか。あ、ネズミあったけどブラックじゃないよ。ネズミ、ネズミ、ネズミ、あ、ブラックマウスはどこにある。ブラックマウスないね。これかっこいいね、ラピュタだ。はい、本日の一本です。こちらですね、ロソって言ってフランスのメガネですね。まん丸、まん丸のこの色は結構インパクトです。本当にフランスです。ただですね、デザイナーは日本人だったと思うんですよね。こんな感じ、ロソです。はい、一本でした。はあ、全部手書き、手塗り。ピントだったら、そういう味は出てこないです、ちなみに、あれ、これはいくらですか。これは、一応、まあ、5500で。5500ね、はい、まあ、そのぐらいするだろうね。これ、靴自体はハンドメイドですか。靴は違うんです。違う、靴自体はハンドメイド。もしハンドメイドの靴だったら倍ぐらい、ね、そのぐらいしますよね。そう、倍ぐらいになっちゃう。すごいなこれ。これ手書きなんですよね。うちはこんなに PMQ から近くにあるのにわからないという、あそこなんですけどね。 PMQ からこんなに近いんですけど。